皆さんこんにちは。人の不足をレスキューする七鳥肉政府のユニセルです。今回はですね、何回か動画でね、紹介させていただいたんですけれども、番宣のね、くくり方、大好評で、今回はね、さらに、まあ、番宣得意なそのドライバーをですね、はい、2人用意しましたので、次にね、ちょっと聞いていきたいと思います。そこまあ、縛っていってもらおうと思うんですが、じゃあちょっとね、まずは普通にやってもらって、後でちょっとゆっくり揺れてもらいましょうか。まずはこうクロスした感じですか。そうですね、はい、まあこれの方がまあ手っ取り早いかなっていう、はい、まあ、この角になるようなところで巻いていくのが基本なのかなっていう、はい、このここが下にまくりついていけば大体絡むようにそうですね行くようなのがまあ一つのポイント目安というか上から角を当てて下で持っておきながらぐるっと回していく感じですね。そうですね、はい、であんまりまあ、はい、ほんまはこう回す回数は減らした方がよく締まるというか上に物を乗っけるとかってなった時は上に物が乗ったら浮力で番線が切れてとかがあるんで大きい束とかやったらで上に乗っけるとかだったらまあ4本取ってみたりとか。そうですね、まあ、角にこれが持ってくるようにで、まあ、これをこう下に余った2本を下げてやってこの玉ができるところをこう回していくときにこの下の2本縦になっている部分ここに下にこう入っていくように一緒に巻くようにしてでまあ決まったらこれでいい。これをこう丸めてちょっと起こしてやる感じでこう手前に持ってきてからこう下に落とし込んでいけばまあこれが巻き込みやすいかな。ちょっと短かったんですけどまあこれでも別に問題はないんでちょっと縦気味からこう下に振り込んでいくような感じで僕はこの縦地の2本こ分かりづらくなっちゃったんですけどまあ下にこの縦の巻いてる部分の下にこうまくり込んでいくような形になっていけば、まあ、効いてるのかな。トビさんとかは、ね、こうやってこういう風にこう折って、うん、そうね、この前で、これをこう持ってくるトビさんで、こう作ってで、こうやっていったりはしてるのはよく見ます。あ、上に使ってなんか、そうですね。まあ、最終的な形がだいたいこうなっとけばポイントだけ押さえとけば過程はまあそれほど重要じゃないのかなっていう。もう一人のねドライバーの方にねちょっとやっていただこうと思います。まずちょっと2パターンちょっとじゃあ普通にくくるパターンから、はい、じゃあまず、そのものに対して、こうぐるっと回していきます。角はやっぱり角ですけど角がいいですね。じゃないと綺麗に縛れないんでで、まあ、僕右利きなんで、このままぐるっと回してでこのままこれちょっと失敗ですねこれ、うん、これはちょっと失敗です。なんかもう見た目がこの上に来ちゃったんでこっちの下に折る方が、うん、見た目的に下から通してで曲げてそう、うん、でこのまま角へそう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 でまっすぐ当ててこれを回してちょっと巻きつけてこれをこうグッと上に起こして水平に回す。ただもうこれで効いてるんでここに折ったらまあもうこれもガチガチで効いてるんでこれで締めたらもうねじ切れるけどじゃこんな感じでもし長いのがなくなっちゃった場合はまずこういう穴が必ずあるんで古い番線には必ずこういう穴があるはずなんでここにまず通してもらってでどういうかなもうこの状態で番線効いてるんでこれを1本と考えてもう1回新たにくくり直す。じゃあ切ったやつ2本
つなぎ合わせる。そうですそうです。で、あとはもう同じようにこっちからこう回して水平にしてこれを締め込んでいく。そっか、もう決まっちゃうんで。番線がこう引いた時にだん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 これがほつけてきちゃって、あ、同じです。ちょっとこれが抜けてきちゃう。引っかかってるか。する上でちょっと注意点とか、自分ここ気をつけてるよとか。ね、こう番線くくった後って、はい、やっぱりどうしてもこの切った端の部分が外向いとったり、はい、向いとったりするんで、それが結構服に引っかかって穴が開いたりとか、うん、刺さったりするんで、だから本当に怪我する原因にもなるから、これを極力最後この。荷物の下にこうメロってこう向けとおくとかしておけば、まだあの引っかかったりとか刺さったりする可能性が低くなるというか、最後そういう風にはあの手でグッて曲げるように。やっぱりちょっと緩んだりとかするんで、つったら来た時にまあ締め直しとかとか、まあそういうのはまあやってもいいのかなとは思いますけど、緩んでるなと思ったら締め直しとかっていうのはやっぱりちょっと気にしてたもいいのかなっていう、うんうん、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。急に休まれると段取り狂うな。現場の人手不足を解決。人手不足に熟練ドライバーと7トンユニックで駆けつけます。ユニセルロジではユニックを使用した資材の運搬はもちろん、現場への重機の運搬や改装、さらには現場での重機作業や溶接作業などの建築業の請負も可能です。現場の人手不足にはぜひユニセルロジにご相談ください。スポットから貸し切り乗用便まで可能です。お見積もり無料、初回法人お取引に限り半額キャンペーン実施中。あ、重機の手配できてよかったわ。人手不足をレスキューするユニセルロジです。ということでね、今日はね、改めてね、まあ、番線のね、はい、ちょっと結び方、ね、はいはいはい、今回は実際にね、はい、現場でね、もうバンバンね、番線巻いてるドライバーね、ちょっとお二人に、ね、はいはいはい、呼びまして、ちょっとね、紹介してもらいました。実際方を覚えても何回かやっぱやってないと迷ったりするので、実際にこう何回かやってみて、ね、その必要な時にすぐできるように置く必要があるのかなと思いましたね。番宣7やってまいりました。よかったと思われる方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 TikTok、Instagram の方もね、やっておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。本日もご視聴ありがとうございました。ユニセルロジでは今後も新人ドライバーの研修動画を更新していきます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。